あれ？これも取って。うん。で、あのお任せなんで、もうこっちのお任せでこう一つずつ順番に出していくっていう感じで。調理機材とかもそのままみたいな感じ。そうなんです。もうめっちゃ掃除しました。前なんかされよかったが、いや、じゃあもうほぼ無料で手にしたみたいな感じ。そうなんです。結構値段しますよね。します、ね、します。生ビールあるよ。こちらのお店ってやっぱり一元さんお断りみたいな感じですか？あ、うん、一元さん来られますよ、多分。全然問題ない。あ、ない。もうあの飲み放題の設定なので治療金表があるんですけど、飲み放題、食べ放題で時間がこう決まってて、で満腹コース、飲み放題の満腹コースで、有名な銘柄のお酒を飲みたい方っていうのが満喫コースで、でお酒は飲まれないけどご飯食べますみたいな方はノンアルとか、まあ、ウーロン茶とかの方はこっちの満腹コースで。メニューとかもその日によってまた全然違ってきてるんですか？あ、そうですね。食べ物の方は私がもうで、あのお任せなんで、もうこっちのお任せでこう一つずつ順番に出していくっていう感じで。あ、なるほど。はい。あるけどどうみたいな。そうです、そうです。もう今日作ったものをこう順番に出していく感じですね。あの花誰かもらった、かわいい。うん、そう、かわいらしい。持ってきてくれた。まずなぜこちらの方にお店を構えたんですか？ちょっとあの紹介がありまして、はい、昔からのお付き合いの方からの、はい、まあ、お料理が好きだしやってみるのはチャンスなんじゃないのっていうことで、そこから考えて。もうあれですか、もう初の試みっていうか、もうお店をやる時点で、まあ、お店をやるのは初めてですか？はい、初めてです。結構な飲食店も何もかもこう自分でお店をするっていうこと自体が初めてです。やっぱ料理するのって結構好きなんですか？料理好きですね。もうそれは苦にならずいろいろ考えてできるんですけど、まあ、ただこういうのが初めてなのでそこに対しての緊張感とかはありますけど。あ、微妙。何だったっけ、これ何だったっけ。ニジマス、ニジマスです。そう、
あれ？これも取って。うん。これ鳥です。あ、そう、煮込み。どうぞ。だいたい何品くらいで？ご飯終わるまで一応で10品ぐらいで考えてるんですけど、おかわり OK にしてるんです。で今日のその作ってる分の中だったらおかわりどうぞっていう感じで。これ最低価格が？だから一番最初のそのこれにするかこれにするかこれにするかでこの一番上なんですよ。あ、60分3000円。うん。でこっち満喫だったら4900円。あ、じゃあもうその家庭的な味が3000円で食べれる。そうそうそう、飲み放題で食べ放題で3900円。うん。でプラス60分、もう1時間だったらプラス1800円。延長もできる。延長で、はい。でも延長の方はこっちからお時間言わないんで、もう2時間で帰りたいっていう方はもうご自分で。あ、もう自動的に。はい、はい。こちらがどういう感じですか？なんか女性の方が。なんか、あ、そうなんです。一応、2時間以上おられた女性の方はマイナス1000円引きしましょうかって、ちょっとそれでやってみようかみたいな感じで。面白いですね。うん、温度が変わるからって言って、そこ気をつけてくださいって言われたんですよ。チェックしてみたいな。そうそうそう。でバッターが出るようだったらちょっと調整してみたいな。はい、どうぞ。そう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 、それそれ、ひょうたんかぼちゃ。はい、お姉さん。なんていうかね、そういうラウンジみたいなところで働かれるとか。あ、そうですね。やっぱりその接客、はい、お酒を飲まれる方の接客とかいうのはちょっと似たところがあるのかなと思いますけど。あれですかね、お客さんの悩み相談じゃないですけど。そうですね。そうだったり逆に、ね、はい、悩みが聞きたいような方も結構おられたりしますよね。ザ・おかみさんみたいな感じですよね。なんかね。ねえ、ね、そう言っていいのかどうか。これから気づいて、はい、もうおかんみたいな感じ。でもこの辺の地理とか大体わかる感じ。もう全然わかんないです。もう一生懸命覚えていかんといけん。本当に買い物一つするのも困るんですよ。ちょっと銘柄いろいろ飲みたいよっていう人はこっちの瓶のタイプのなんですけど、それが2つ目のコースで、あとはお酒を飲まれない方のノンアルの人のコース、飲み放題を売りにして、こんだけで飲んで食べれるよっていう。早い時間からこうどっか空いてないかなっていうのもあるみたいなんで、ちょっと早めから開けて、まあご飯としてもね食べて帰っていただけるんで、早めからしようかなと思って。もうちょっとだな。もうちょっと焦げない。これはなんか、これ手羽先です。はい。でこれにまた胡椒を振ったりとか。そうそう、塩胡椒を振って、ちょっとまた仕上げに。日々学びですね。リアリティがある。そう、でもあっという間です。そっからでも、一緒で、はい。はい。